4週間いて、うん、はい、そこの病院には3人の担当医師がいて、はい、3人ともちょっとずつ違う解釈でアプローチをされてたんで、あ、どれが本当なんだ、はい、今日専門の整形外科行って、はい、まあ、レントゲンもね、はい、傷の症状も見てもらって、はい、またその先生の説明が的確だったんで、あ、 目の前が明るくなって、ああ、よかったですね、それは隅ではね、先生が言うには可能もしてませんし、うん、治るのに時間のかかる箇所なんで、まあ、もう少しジュクジュクする感じは続くでしょうってことなんですけど、自分でしっかり洗って、あれ、それ前まではあれでしたよね、ガーゼで、そうです、次の消毒までは何もノータッチでいるぐらいな感じでしたね、はい、次の通院の時までノータッチでっていう感じだったんですけど、自分で傷の処置をして軟膏を塗って可能止めを施しつつシャワーなりバケツにお湯を張ってつけたりなんかして、はいはい、入浴をして傷口周辺の血流を促すとだんだん良くなるよっていう見解だったんで、はい、そこは前者とは大きく異なる点でした。だからちょっとまず消毒をする前に、はい、じゃあ一回つけましょうよっつって、はい、看護師さんで、はい、まあ、ちょっとバケツにお湯を組んでます。おお、だからちょっと今あれなんです、白いのないんですね、今ないです、はいはい、つけたら、はい、俺もっと染みるのかなと思ったの、はいはいはい、結構ね、全く染み入ることなく、はいはいはい、4週間ぶりにお湯につけてすんごい気持ちよい、ああ、よかったじゃないですか、まあ、まあ、ああ、だから皮膚を見るとやっぱりちょっとゲーっていう感じなんだけど、ね、でも入れたら実際そんなことなくて、かかとの、はい、もう本当に底面の、はい、はい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 、一番底の部分がちょっとまだペリッて剥がれちゃってるような状況みたいで、うん、足の裏の、うん、まあ、測定筋膜とか腱膜とかね、はいはい、そういう筋が付着するところなんです、はい、ちょうど付着するところに骨が剥がれてる、はい、だから結構足を無理についてこう歩こうとしたりとか舵をかけると、うんうん、そのね、腱膜が引っ張られるんで、うんうん、骨も引っ張られちゃうからちょっと治りが悪くなるよっていうことで、だからちょっとまだ前者の病院ではどんどん歩いていきなさいっていう指示だったんですけど、今日行ったところでいやちょっとまだ早いね、つくんだったらつま先ぐらいにしときなさいっていう指示が出てましたね、はい、やっぱり骨の再生を第一に考えるとつくのは早いということですよ、はい、ちょっとひらめいたんですけど、切ってるところと欠けてるところって違うってことですよね、じゃあっていうことは、はい、オステオトロンを、はい、底面につけてかかと側から攻めていけばもう、はい、バンバン剤ってことですよね。全病院では、はい、もう圧をかけてとにかく歩きまくると言われてたんだけど、うんうんうん、実際は痛くて、うん、それどころじゃないな、そのまあ、うん、できるはずだって言われるような感じでこう言われてたけど、ちょっと厳しいなって、うんうん、まあ、だからできるだけまあ自分の中でのできる範囲でやって、うんうん、まあ、それが正しかったんだって思って、それは良かったですね。今日はね、ありがとうございました。こんなぐらいでまた引き続きアップデートしていきますんで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。